右側のかぶりがやっぱりなくなってますね。これはいいですよね。こんにちは、すみやです。今日はね、ドワーフ3の新しいアップデートがあったので、それを実際に使ってみてどうなのかというのを検証していきたいと思います。昨日のね、アンドロメダ銀河、バックがね、意外とね、綺麗になってるんですね。Google フォトで。 これがバラ性運ですね。編集、ダイナミック、補正、ウォーム、クール。ウォームがいいよね。バラ性運はね。で、以前はね、右側にかなりノイズがあったんですけど、ほとんどノイズがなくなってますね。はい。いい感じです。それから、 これがオリオン大星雲。これもね、編集してみましょう。ダイナミック。わあすごいな。汚セ、ウォーム、クール。ダイナミックすごいなこれ。はい。ダイナミックで保存しとこう。いやー、これはすごいな。それから、プレアデス星団、スバルですね。はい。 これを、編集で、ダイナミック、補正、ウォーム、クール。まあ、クールが、青い星雲にはいいかもしれないですね。はい。それから、アンドロメダ銀河。ダイナミック、補正、ビビット、アー、ルミナス。 ちょっと青っぽいな。これは紫。青。うん。ルミナス。ルミナスがいい感じですね。はい。ルミナスで保存しておきましょう。はい。右側のかぶりがやっぱりなくなってますね。新しい。 アップデートで被り補正がね、事実上 AI ノイズ除去の一環でね、消えてくれるっていうことが分かりました。これはいいですよね。今までね、こういう撮影すると右の方にどうしてもね、明暗差があるんでしょうね、空にも。高いところと低いところの地平線の被りがどうしてもあったんですけど、アンドロメダ銀河とかね、 かなり大きな天体ですし、ドワーフ3は撮影範囲が広いのでね、シースターよりも被りの影響が大きいんじゃないかと思いますので、その被りが消えてくれると。ブラッド補正をしてくれるという機能になっているのかもしれませんね。なかなかいい感じですね。はい。こんな感じでね、ドワーフ33.1.2のアップデートで背景 均一にしてくれるという機能が非常にね、効果が高いっていうのが分かりました。光のかぶりの影響を受けやすかったドワーフ3ですが、それをね、まあ事実上 AI ノイズ除去で消してくれるという機能が追加されていい感じですね。はい。昨日の予約撮影は、バラウ分を撮ってみたんですね。 22時時時分分分かららまで1時間40分ぐらいで間ぐいすねパラメーターは自動でやってくれるのでシャッター15秒でゲインが60でフィルターはデュアルバンドパスフィルターこんな感じでね「ドワ a ク3の最新のアップデートで非常に綺麗な画像が撮れるっていうことが分かりました。 本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。メンバーシップも募集しています。えいっ。え